かな。中も埃だらけだろう。それは重大な問題だ。早急に取り掛かれそう。上の階の清掃完了しました。俺はこの施設のどこで寝るべきでしょうか。お前の部屋は地下室だ。また地下室ですか。当然だ。お前は自分自身を掌握できてない。寝ぼけて巨人になったとして、そこが地下ならその場で拘束できる。これはお前の身柄を手にする際提示された条件の一つ、守るべきルールだ。部屋を見てくる。エレン、お前はここをやれ。はい。失望したって顔だね、エレン。はい。あ、エレンって呼ばせてもらうよ。リヴァイ兵長に習ってね。ここでは兵長がルールだから。はい、それは構いませんが、俺今失望って顔してましたか。珍しい反応じゃないよ。世間の言うような完全無欠の英雄には見えないでしょ。現物のリヴァイ兵長は思いのほか小柄だし、神経質で粗暴で近寄りがたい。いえ、俺が意外だと思ったのは上の取り決めに対する従順な姿勢です。強力な実力者だから序列や型にはハマらないような人だと思った。はい、誰の指図も意に介さない人だと。私も詳しくは知らないけど、以前はそのイメージに近い人だったのかもね。リヴァイ兵長は調査兵団に入る前、都の地下街で有名なゴロツキだったって。そんな人がなぜ。さあね、何があったのか知らないけど、エルヴィン団長のもとに下る形で調査兵団に連れてこられたって聞いたわ。団長に。おい、エレン。はい。全然なってない。全てやり直せ。30日後に兵団拠点作りの壁外遠征か。それも今期卒業の新兵を交えると。入団する新兵がいれば。